野菜が焦げてるとこあるでしょ、これが旨味の素です、はい、あひょー、美味しそう。どうも、二日酔いです。今回はですね、二日酔いの、私に一番必要なものを作りたいと思います。温かいスープです。この野菜スープ、野菜スープって意外となんか難しくないですか？適当にね、入れてもいいんですけども、本当に美味しい野菜スープっていうのを皆さんに召し上がっていただきたいなと思いまして、私ですね、本当に美味しい野菜スープの作り方を引き下げてきました。なんとこれめちゃくちゃ痩せます。お野菜たっぷりで栄養バランスがすごくいいので、これさえ食っとけば痩せるというですね、最高の野菜スープ、これをやっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。材料なんですけども、まあ、こちらにあるやつですね、キャベツ、玉ねぎ、人参、じゃがいも、これが基本ですね。あとね、まあ、お好きなキノコ、まあ、今回エリンギ、使いますけども、お好きなキノコを 100g ぐらい用意してください、そしてニンニクが2かけ、材料はね、どれが置き換えていただいて、ブロッコリー入れてもいいし、ブロッコリー入れてもいいし、あとはブロッコリー、ブロリーです。至高の野菜スープを作るのに何が必要かっていうと、やっぱりね、人間ってスープをね飲むんですよ、みんなで。なのでですね、僕も僕流のすごく体に効く即席スープがありますんで、皆さんに作り方を紹介したいと思います。冷たいスープなんでね、やっぱり冷たいスープ、でスープの素がシーパスリーガルになりますね。スープの素が濃いので、この炭酸水を入れるんですね。ウイスキーの冷製スープが完成しました。いただきます。くわー、効くなー。ということで、皆さんも元気がないときはこのスープを試してみてください。はい、じゃあやっていきたいと思います。まずですね、おにんにくですね。野菜スープにニンニクって、まあ入れる方入れない方いらっしゃると思うんですけども、優しい感じになりすぎてしまうんで、僕はニンニク入れるタイプです。焦げやすいんですね、ちょっとね。ふたかけね、やっていきましょうかね。ここをこうトン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 、みじんの切りにしていきます、はい、で、これがスープにね、野菜だけのスープなんですけども、力を与えてくれます、スープに。はい、はい、おにんにくはね。キャベツはなんか、ね、角切りにしたいんですよ。なんで、まあ太めの千切りにしてから、こういう風に切っていくと、さいの目になると思います。全部ね、今回はね、さいの目に切っていきます。その方がね、口当たりのいいスープになりますんで。芯の部分も、これ実はね、食べられちゃいます。はい。なので、芯の部分も全然使っていただいて結構です、これね。ポイントはね、細かくさいの目にね、することでございます。芯の部分も、美味しくいただけるんですけども、ここら辺はさいの目にしていただいた方が大丈夫だと思います。えいし、えいし、えいし。キャベツはね、栄養豊富なんで、ぜひ入れてください。安いですしね。はい、の目に切っていきますよ。はい、で、こうやってください。こうやっていただいて、で、こうすると普通にさいの目に、こんな感じですね。こんな感じで十切りぐらいな感じですね。で、これで、切っていくと、なんとさいの目にね、移動させます。口当たりがいいですよね。まあまあ一旦ね、こう切っちゃうんですね。はい、収まりが良くなりますんで。そしたら、こんな感じで、ね、縦に切っていきますね。やりにくかったらちょっと半分に切ってこうやった方がいいかもしれないですね。まあこうなるじゃないですか。こうなったら、こうする、ね、細く切りますね。そしてこんな感じにすると、はい、これもまた、あら不思議、さいの目になっちゃいました。すべてね、さいの目に切っていきます。ちゃんとね、こうやってさいの目にしていきますね。はい、はい、じゃあお野菜ね、お野菜たっぷりですから、これは。まあ、今回ね、じゃがいもをさいの目にするんですけども、皮剥いていきたいなと思います。はい、緑になってない部分のじゃがいもの皮っていうのは、そのままね食べられるんですけども、ちょっと口当たりを考慮してちょっと剥いていきたいなっていうふうに思います。はい、じゃがいもはスライスしていきます。
野菜はね、全部ね、千切りにした方がいいです。千切りにしてからこう横で切っていくね。そうするといいさいの目になりますから、こいつはもうすべてあのさいの目で、はい、ダメ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 だよベイベー。エリンギですね、はい、エリンギもさいの目にしていきます。でやっていきたいと思います。はい、すいませんでした。はい、じゃあですね、早速炒めの段階に行ってみたいと思います。ニンニクをオリーブオイルね、大さじちょっと半分ぐらい、まあこれぐらいですかね、で炒めていきます。シュワシュワいってくるじゃないですか。シュワシュワいってきたらもうシュワルツネッガーなんで、野菜を入れていきます。あの野菜はね、もうね、あのバッと入れちゃっていいです。はい、もうどっちゃり入れちゃって、あの多いんだけど炒めることによってあのシュワシュワになっていく、あの縮んでいくんで大丈夫です、はい、でここにお塩ね、小さじ4分の1、浸透圧の効果で野菜がね、どん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 ね、ちっちゃくなってきます。野菜スープって沸かしたコンソメスープのスープに野菜バーってぶち込むようなのが多いと思うんですけども、一回炒めてからスープにすることによってオリーブオイルとガーリックオイルがですね、お野菜全体に回ってコク深い野菜スープになります。ゴールテストに出ますから、私立アル中学園のポトフの回でも言ったんですけども、お野菜をちゃんと炒めてちょっと焦がしてから入れることによって非常にですね、風味の豊かなスープになります。火加減はね、これ強火でやっちゃっても大丈夫です、はい、じっくり炒めますよ。ここで慌ててスープ入れちゃダメですよ。まだですよ皆さん、慌てない慌てない、慌てる前にお手元のドリンクをお持ちください。乾杯。いい香りがしてくるんですよ。野菜の炒まった香りってすごくいい。炒めてからに、これ重要でございます。一部分に焼き色がつくともう最高ですよ。これは野菜の炒まった香りです。グイ貝だらグイ。全体はしなっとしてきました。こっからはちょっとね、あの焼き目をつけたいんで、この状態で数分待って、ひっくり返して数分待ってみたいな、そうすると底がね結構こう焦げた、ちょっとね焦がしがつくので、そうするとあのスープの香りがね立ってきますから。あ、ほらここのキャベツとかちょっと焦げてるでしょ。ちょっと全体に作り出す感じです。焦げもね、この焦がしも調味料なんで、焼くだけでできる調味料です。これをしぼんできましたよね。はい、でこんな感じでちょこところどころにあの焦げができてくるんです。ちらほら焦げ目がついてたらもう全然平気なんで、あの 1000cc ね、まあまあ1リットルですね、1リットルのお水を何人前かと言われると8人前ぐらいある。いや、そんなないか。たっぷり食べて5人前とかかな。ちょっと焦げてる野菜が焦げてるとかあるでしょ。これが旨味の素です。コンソメはね、あのやっぱビーフの旨味とかね、あのいろいろもう入ってますんで、あの頼っとけば大丈夫です。はい、野菜だけの出汁でやんなきゃあの意味がないよとかいう声もねたまにあるんですけど、無視してください。そんなに素材の味を大事にしたいんだったらそのままかじって OK。 いいか、そのままかじって OK よ。でここに黒胡椒ね、まあこれぐらい、思ってるの2倍ぐらいかな。黒胡椒の風味ちょっとパンチ効かせた方が美味しいです。はい、パンチ砂糖です。一旦沸かしますね。このままだとまだ深みが足んないんですけども、沸かしてボコ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 いってきたら蓋をして15分煮るとですね、最高に美味しいスープが出来上がるんでございます。じゃあボコ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 いってみましたんで、ここで15分煮込んでいきます。15分経ちましたので、こいつを見ていきたいと思います。あ、ひょー、美味しそう。今から一番重要なことを言いますよ。味見してください。濃かったら水を足して、薄かったら調味料を足すんですよ、皆さん。今日の僕にはもうちょっと塩分が欲しいです。塩を。これはね、あの味の濃さっていうのは人それぞれ違いますから。ということで、こちらで至高の野菜スープの完璧でございます。それではいただきましたので、いただきたいと思います。いただきます。くー、スカイオイのスープです。じゃあ、いただきます。おー、
ったかいんだから。これめちゃめちゃうまい。うまっ。野菜のうまみがめっちゃ出てるね。炒めたキャベツがすごくいい味出してる。とろっとなったこのじゃがいももいいですね。これぐらい細かいから15分の煮込みでいけます。うん、あったかい、にしみる、うまい。これのインスタントを売りたい。野菜だけとは思えない、ほんとうまい。全ての野菜が混然一体となって、野菜のうまみもちゃんと出てる。野菜を炒めてオリーブオイルとこのニンニクのパンチも効いてて、満足感がパネース。これでレトルト出してな、絶対いいと思う。乾杯。いただきます。いただきます。うまい。すごっ。エリンギがなんか肉感出てるね。エリンギがいいね、うん、これですごい食った感出るね。なんか昔俺が体調悪い時に母親が作ってくれたスープに似てます。なんか思い出しました。これ特別なスープじゃねえか。それこそ特別なスープじゃん。お客さんだからすごい満足感あります、ね。体調悪くてもいけるし、二日酔いでもいけるし、今日死ぬなって時にはもう今日死ぬなの昼に作ってほしい。昼に作っといて鍋に置いといてほしい。そしたら明日には回復できてるんで、エリクサーのようなスープなんでよろしくお願いします。お願いします。なんだっけ、サイバネリックなんだっけ。サイバネティックマディション。え、遊戯王のモンスター。わからん。ワイバーンしかわかんないです。ワイバーン、サイバネティックワイバーンしか。サイバネティックワイバーンだった。じゃあサイバネティックワイバーンだったわ。結構視聴者置き去りみたいなのがありました、ね。砦を守る欲求竜とかが出てきた時、